押渕隆史10月22日から1945年7月25日戦死認定は日本の海軍軍人海兵68機戦闘機搭乗員であり太平洋戦争における激墜を戦死による一階級進級で最終階級は海軍少佐1919年10月22日長崎県長崎市で医者の家に生まれる 妹思いの兄であり、妹の講師に、メンデルスゾーンのバイオリン競争曲のレコードをプレゼントしたり、妹思いな手紙も送っている。旧制長崎中学校を経て、1937年4月、海軍兵学校68期に入校。同期の豊田城は、押渕の戦記、総空の器、撃追王、押渕隆大員を執筆している。 1940年8月7日、卒業、押しちは、かとり乗組となり、練習公開を行う。練習公開後の10月5日、鈴屋乗り組み。1941年4月1日、任海軍将尉。5月25日、第36機海軍練習航空隊飛行学生、ヒアオグツケ。1942年2月、同家庭卒業。同月、 大分海軍航空隊付戦闘機を先週。3月16日、任海軍中尉。6月30日、東京帝終了。同月横須賀海軍航空隊共官。8月10日、大分海軍航空隊共官。1943年3月27日、第251海軍航空隊分隊長。5月、ラバウルに進出。ソロモン。 東ニューギニアにおける航空戦に参加。9月1日、第253海軍航空隊分隊長。11月1日、任海軍隊員。5日、厚木海軍航空隊府。1944年2月20日、厚木海軍航空隊は第203海軍航空隊と解消された。4月1日、戦闘第304飛行隊長に就任。5月、 占い森島進出、北千島防空に従事時。10月、台湾沖航空船に参加。同月、フィリピンに進出、都市豪作戦に従事時。11月1日、セブ島上空の空戦で負傷しない地に帰還して11月15日付で、横須賀陳述不日屋奥付、12月5日付で、佐世保陳述不日屋奥付となり別府の海軍病院で療養した。 1945年1月1日、第343海軍航空隊戦闘第701飛行隊の飛行隊長に就任。専任飛行隊長を務める。細部の空中式に関しては一任されていた。隊長は自分の自伝改めに敵を引きつけるためにストライプ模様を描いた。色は黄色と言われるが、山田良一は白だったと証言している。 343空司令の源田実ル大佐は、押しぼは、性質温厚で、高眼の好ましい青年であったが、こと戦闘となれば、その温厚さも吹き飛んでしまうような闘志であり、いかなる場合にも常に戦闘に立ち、彼の指揮誘導にはほとんど文句のつけようがなく、部下は、この隊長と共にしすということに誇りを感じている。ようで、四十三空の戦果の裏には、彼の卓越した、 空中式に追うところが大きいと評している。また、343空の3人の飛行隊長は、兄弟のようであったという。副長の中島忠中佐は、地章の押し淵、人師匠の林、猛将の菅野と評する。飛行長の志賀俊を調査によれば、殺伐としたところがなく、貧困法制だが、真は強い。テキパキ仕事を進め訓練計画も、リズメでこなす。 参謀になっても腕を振るっただろうという。整備委員の柳沢三郎によれば、整備士にうるさい人ではなく、小言もなく、整備委員を信頼して、よろしく頼むの一言だけであった。それがかえって頑張らずにはいられなかったという。宮崎勇は、おしぶちを、学業、技量、人格ともに優れた、青年主観の官のような人であった。 穏やかで懐が深く、いつも笑顔で人を和らげる雰囲気を持っていたと評する。1945年7月24日、押し淵率いる21機で10倍以上の米海軍、機動部隊艦載機を、文後水道上空で迎撃。押し淵は、敵編隊に3回の攻撃を加えたがエンジンに、被弾し、初島自郎上飛送機に付き添われている姿を両機が、 確認したのを最後に未期間となった。この戦闘で、米海軍 VF-49 所属、ジャック・エイ・ギブソン中尉が、オし不知キと思われる白色の胴体を描いた、指揮官機クラスの自然改めを午前10時15分頃に撃墜した、ことを報告している。去年25、この日の343空の戦闘は、昭和天皇から歌唱された。戦後、 部下の山田良一は、押しちに遺品がないことから、自分の時計を押しちの遺品として届け、その時に妹の講師と出会い結婚に至る。山田は、体調が生きていたら、自分が悪いのをよく知ってるから認めなかったでしょうねと、語っている。山田が、第15代航空爆料長だった際に、押しちが戦死した日に未帰還となった。 自伝改めのエンジンが引き上げられ、その慰霊碑の筆を山田が書いている。海兵同期の松永一郎が、押し淵の兄を訪ねた際、兄の三清は、クラスのお方がどう思われるか知りませんが、孔は満足して死んだでしょう。私たち一族はみんなそう思っています。孔が五つの時、軍艦羽黒が長崎に入港しました。その時偶然にも、 館長さんが校を抱っこしてくださいました。それからの校は、僕、館長さんになるんだよと言い続けました。だったら、勉強もしなさい。運動もしなさい。というと、素直に実行しました。おかげで中学では、バスケットの選手になりました。平学校に合格し、卒業後は人も羨む戦闘機乗りに選ばれました。校は三つ字の魂そのままに、 いつも日の当たる場所にいました。こうは本当に幸福者でしたと語っている。ありがとうございます。